はい、こんにちは、116インズです。さあ今回はマリナーズについて話していこうかなと思いますが、現地時間9月5日の試合を終えた時点でマリナーズは76勝59敗、ワイルドカード2枠目をキープしている状況で、レイズ、ブルージェイズとともにワイルドカード1枠目を争って熾烈な順位争いを繰り広げているところです。ワイルドカード圏外で最も勝率が高いオリオールズが71勝64敗で、マリナーズから見たら5ゲーム差あるような状況ですから、残り27試合と考えればプレーオフ進出に向けてはかなりいい感じにはなってきたんじゃないのかなと。後半戦入ってからアストロズにボコボコにされたり、また勝率が下のチームに少し苦戦する場面もあったりと、14連勝以降は一進一退という印象でしたが、ここに来て7連勝して貯金も一気に増やすなど、コンテンダーらしくはなってきました。先日中地区首位のガーディアンズと計7試合戦いましたが、敵地でのスイープを含む6勝を挙げるなど、強いチーム相手にきっちり結果を出しましたし、本当にこの勢いのままシーズン最後の1ヶ月を駆け抜けてほしい、そんな戦いぶりを見せてくれていますよね。マリナーズはイチロー選手がデビューした2001年を最後にポストシーズン進めていないわけですが、そんなイチロー選手が球団の殿堂入りを果たした2022年、悲願のプレーオフ進出に向けてここ21年間で最も大事な1ヶ月間とこれからなってくることでしょう。135試合を終えた時点でマリナーズはプレーオフ圏内に入っているわけですが、実は今年も含めた直近21年間で今年が現状最もプレーオフに近い立ち位置にいます。まあ言われてみればマリナーズがシーズン終盤までプレーオフ圏内にいた記憶はこの暗黒時代の間はあまりなかった。それなりに強かった年でも大体プレーオフ圏外からシーズン終盤追い上げることの方が多かった印象ですので、印象と実績があってはいたと。大体ワイルドカード圏内まで何ゲーム差みたいな状況が多く、もちろん今年からプレーオフ進めるチームが6に拡大して、2002年や2003年と比べたら出場チーム数が2も違うわけですから、一概に比較はできないのかもしれませんが、少なくともここ21年間でシーズン135試合を終了した時点でマリナーズがプレーオフ圏内にいたことはこれまではなかったと。北米4大スポーツで現在最も長い期間マリナーズはプレーオフの舞台から遠ざかっていることは皆さんもよくご存知かと思いますが、今年はその不名誉な記録を止める絶好のチャンス、ここまで来たからにはプレーオフに行ってほしい、そう願う今日この頃ですが、21年間で一番大事な1ヶ月間を戦うマリナーズに残り1ヶ月間で期待したいことをこれからつらつらと話していきます。まずは最近のチームを支える投手陣からですが、願いはもうとにかく持ちこたえてくれと、これだけです。トレードデッドラインでノエルビ・マーティにエドウィン・アローヨもつける本気も本気のパッケージでレッツからルイス・カスティーヨを引っ張ってきたわけですが、今のところこの補強が非常に効いています。カスティーヨの移籍後初先発となった8月3日以降、マリナーズの先発防御率 2.99 はリーグ3位、ファングラフ算出のウィンザーリプレイスメント 4.5 はリーグ1位。カスティーヨが素晴らしいのは言うまでもないですが、ロビー・レイも安定感があって、アストロズ戦でなければ安心して見ていられるなという感じですし、ルーキーのジョージ・カービーもルーキーとは思えないくらいひたすらストライクを投げ続けて、8月は月間最優秀新人にも輝くパフォーマンス。一時期お疲れ気味だったギルバートもまた調子を取り戻しつつあったりと、先発陣の安定感は素晴らしいの一言です。昨年エース級の働きを見せたクリス・フレクセンをブルペンに回せるくらいですからね。また先発と同じくらい内容が良いのがブルペンで、こちらもブルペン防御率 2.38 はリーグ2位、ウィンザーリプレイスメントはリーグ3位。先日ブルペン全体のニックネームが消防士を意味するロス・ボンベロスになったことが発表されていましたが、その意味の通り火消しをしてくれるブルペン陣、投手陣全体の働きもあって、カスティーヨの初先発以降は20勝10敗と大きく勝ち越せています。とにかくマリナーズが勝つ上では投手陣の踏ん張りが何より大事なので、残り1ヶ月間体力面で厳しい場面もあるとは思うんですけれども、どうにか持ちこたえてほしいところですね。次、打線ですね。昨年に続いて今年もまあ打線の出来に悩むことの多いマリナーズで、最近もその傾向に大きな変化はないんですが、ただ最近かなりホームランだけは打てています。8月25日からマリナーズ中地区のチームと13試合連続で当たる日程となっていますが、ここまで11試合を戦ってホームラン18本、これはこの期間中リーグ3位の成績ですし、得点もリーグ4位タイ。この間の WRC プラスが98とものすごく攻撃陣が機能しているとは言い難いものの、要所で一発が出て得点につながっているおかげで、8月25日以降は9勝2敗と大きく勝ち越すことにも成功しています。なので打線は悪いなりにも今のようにホームランはなんとか打ってもらえないのかなと。下位打線から当たりくじことホームランを量産するようになったキャッチャーのカルローリー、またらしさを取り戻しつつあるフランス、フリオ、ハニガー、スアレス、
このあたりはパワー面の貢献にも期待できる選手たちなので、彼らが打線を引っ張っている間に、なんとか不安要素の多いウィンカー、フレイジャー、JP、クロフォード、このあたりの誰かに復調の兆しが見えれば、打線としての厚みも増すかなと。投手陣がとにかく良いので、打線が多少悪くても勝ち試合に今のマリナーズはできますが、それが続くとも限りませんし、最後は点が入らないことにはどうにもなりませんので、1ヶ月間打線の奮起にも期待したいところです。続いてはチーム全体に対して期待したいことですが、頑張って90勝以上を狙いたいですね。一応残り14勝13敗でシーズン90勝と、まあほぼ5割ペースで戦えれば到達可能な目標ですが、マリナーズは2003年以降2年連続で勝ち越したことがありませんし、昨年に続いて2年連続90勝なら十分コンテンダーとしては立派な成績でしょう。一つの区切りとして90勝を目指してもらいたいところで、シーズンラスト20試合は全て勝率5割以下のチームとの対戦も続きますので、最近見せているような戦いができれば90勝以上はできるはず。90勝すればプレーオフ進出の可能性もかなり高めることができますし、そこから1勝ずつさらに上乗せできればその可能性はぐっと上がります。残りのスケジュールは他のコンテンダーのチームと比べたら楽な方だと思いますが、油断はせずに、まあサービス監督も何度か言っていますが、目の前の1試合1試合を1つでも多く勝ってもらいたいところですね。そしてシーズン90勝以上の延長線上の話として、ワイルドカード1枠目もぜひ掴み取ってほしい。アストロズが強すぎて地区優勝が絶望的なマリナーズが、今年確実にホームでプレーオフの試合を戦うためにはワイルドカード1枠目これを取るしかありません。2000戦勝方式のワイルドカードシリーズ勝ち抜く上でも、やはり1枠目は狙いたいところ。考え方によってはあえてワイルドカード3枠目を取って、勝率的には劣る中地区の優勝チームと当たった方が良いんじゃないか、しかもこれなら ALDS でアストロズと当たるのを回避できますので良いんじゃないかという方もいますが、ディビジョンシリーズのことを考えている場合ではないですからね。21年間も待った長い長い暗黒時代を耐えているシアトルのファンにプレーオフの舞台を届けてほしい。久々にその可能性が現実的なところまで来ているわけですから、なんとかね、ホームでのプレーオフ開催を現実のものとしてもらって、で最近は T モバイルパークお客さんもいっぱい入っていていい雰囲気ですが、満員の本拠地で21年分の思いが詰まった最高の空気の中でマリナーズがプレーオフの試合を戦う姿、これもぜひ見せてください。という感じでつらつらと自分の願望を話してきましたが、シーズン序盤なかなか思い通りにいかないこともありましたが、今こうしてコンテンダーとしてプレーオフ争いしているマリナーズを見られて、一戦一戦本当に見ている側としてはハラハラしつつも楽しいです。プレーオフ争いはラスト数試合までもつれるかもしれませんが、マリナーズがこの1ヶ月間をどのように戦ってくれるか見届けたいと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。